おはようございます。ここは JR 空港線関西空港駅。この駅に来る電車といえば 99% は関空快速、ごく稀にシャトルというイメージを持つかと思いますが、あと一つだけこの空港線には快速電車がやってきます。見た目は大して関空快速と何ら変わりはありませんが、現れる時間は結構限定的なんですよね。平日の朝のみ。時間限定で言えばシャトルみたいなもんですかね。しかし行き先は環状直通、関空快速と性能が似ています。その列車の名は直通快速。阪和線、朝の時間帯にだけ走る大阪環状線直通のこの快速電車ですが、このチャンネルではね、こいつのこと地獄だのいろいろ言っておりますけれども、一回出した動画だとね、ほんと限られた時だけこの直通快速、いや地獄がめちゃめちゃ快適に、すごいもう奇跡じゃないかっていうぐらいにいい期間があるっていうのを紹介しましたけれども、今日はそんな効力がない、ただの平日、この直通快速という快速電車の恐ろしさがよく現れる期間です。今日は手加減がありません。皆様重々承知していただきたいのは、この直通快速にはとりあえず目的地まで早く行く以外の感性は持ったらこっぱみじんにへし折られるんじゃないかなって私は思います。席空いてないかな、座って快適に行きたいな、この快速だけはそんな感性持ったらいけません。絶対にそんなことはほぼありえないんですから。というわけで早速直通快速、西九条から大阪、京橋、鶴橋方面行き、この地獄に終点まで乗っていきます。関西空港を7時2分、結構早いかと思いますが、京橋より先に行く直通快速は今乗っているのが最終便です。これ以降運転される直通快速もありますが、それらは全て京橋止まり、環状線をぐるっと行く列車ではないんです。そんなぐるっと行く直通快速最終便、今はこうして平穏で快適で空気が澄んでいる車内となっておりますが、朝の7時2分に関空を出たということは、阪和線に入る頃にはラッシュがピークを迎えようとしている、そんな時間です。それはこの先この直通快速がいつもの日常というえげついことを成し遂げてくれる、そういった時間帯にも差し掛かります。さて列車は関西空港を後に臨空タウンのある本土を目指します。関西空港は言ってしまえば埋め立てた島国みたいなもんです。なんで臨空タウンのある本土とは距離があって海を渡らなければいけません。なんで関空と臨空の間は空港連絡橋、略して空連道っていう言い方で合ってるかと思いますけれども、そこを渡ります。どの車も5分ぐらいあれば渡りきるんですかね。最初の停車駅臨空タウンに到着です。空港線内快速系統はどの列車も各駅に停まります。臨空タウンからの需要もそこそこ拾うようですね。関西空港からの夜勤明け、臨空タウンからの通勤需要、それらを拾いまして、列車は間もなく終点阪和線の始まり秀野に至ります。臨空タウンの通勤需要は南海線と分散できるから、なかなかにまだマシと言ってしまえばマシなんですよ。だってあれめちゃめちゃ可愛いんですもん、需要が。それぐらいこの後の人の多さに驚愕をすること間違いないかと思います。左へ大きく曲がり行くカーブ、そこへ差し掛かると列車は間もなく空港線を離れ阪和線へと入ります。ひねのまでは空港線、ひねのからは天王寺まで阪和線を走りますが、ここからです。先ほどの可愛い需要、快適で空気が澄んだ車内はこのひねのでさようならです。空港線を走り終えて列車はひねのに到着です。3番乗り場に到着する列車が一部存在している8両編成の列車ですが、見てください、これが現実でございます。そう、このひねのからは打って変わって大阪市内玄関口天王寺への需要を一気に拾います。しかもこれ単体ではありません、追撃がついています。関西空港から来る便は大体普通電車と接続するんですが、その普通からの需要も拾うわけでして、熊取へ差し掛かった時には空席なんてもうありません。
見てもらって分かる通り、あとは混雑まっしぐらです。まだ繁栄が早いわけですけれども、列車は熊取を発車。多数の列車が走行していますが、東岸和田、泉府中、大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺の順に止まります。あ、もうですね、繁栄がされたんでしょうか。5号車もうオレンジまで到達しております。まだ東岸和田にすら達しておりません。その最中にもうオレンジです。朝のラッシュがどれだけえぐいかっていうのは、始まって早々に発揮されます。各停車駅、そこから人を拾っていくわけですが、東岸和田の繁栄の時点でオレンジが浸食し始めました。なんなら赤色も出てきましたね。まだ繁栄直後なんで定かではありませんが、久米田でまた繁栄があったようですね。赤3つ、オレンジが5つ。もうこれはわかりますよね。この車に安らぎや快適、こういった言葉が通じないということです。しかもあれ、まだ関門という概念がないんですよ。そんな関門というものが生まれる第一拠点、泉府中に到着です。よくここで普通電車との接続を取るということをしていますが、それはなんか知りませんけど、久米田って意外と利用があるんですよね。人が多く集まって、なおかつ最近入り口が新しくできた久米田駅。その久米田の需要を普通電車が拾い、そしてその需要を直通快速が再び担う、そういう連携が取られるわけなんですが、その連携がまあえぐいんですよ。とりあえずえぐい行列をなす、それが朝ラッシュでございます。快速や直通快速でよく見られる光景です。そのためこれ一番ね、ラッシュの時間でえぐい環状直通、本当にこれ乗ってる便のやつなんですけれども、時刻同じ撮影物で一極集中というね、地域が起きている社会問題、これがね、身近なところでも表現できるんじゃないかなって思います。快速電車をこの直通快速というものにこだわらなくても、天王寺までの快速や大鳥始発の快速、意外と選択肢はあるわけですが、乗り換えなしで天王寺や大阪、その方面へ直通する快速電車というものは、利用する目線から取ればかなり心強い存在です。使いたくなる気持ちもよくわかります。しかし人が多すぎるんです。いかんせんね。なんでいくらなんでもこれじゃないとダメっていうのは遅刻以外は考えられないわけですが、どうやら遅刻しそうな方がいたようですね。いや、まあね、これが当たり前だろ、普通だろって思うんですけれども、実際はそうなんですよ。ただですね、需要っていうものを考えればえぐいことなんです。久米田の需要を受け継いだ直通快速は泉府中を後にします。私はこれを第一関門と呼んでいるんですけれども、これにて関門突破、次の第二関門へ向けて歩みを進め始めます。なぜ第一関門なのか、こっから見える車内の様子わかりますかね。とりあえず黒き世界が覆われていることがよくわかります。反対側の窓、明るい日差し、いや光ある雲というべきでしょうか。天気的にも白い雲の光景は黒い人々の光景で埋め尽くされております。大体の直通快速はあんな感じです。ですので、あれに安らぎを求めてはいけないという理由にもなります。しかもこれ第一関門突破してですからね、まだ関門残ってますし、そこを攻略した直通快速はこうなります。オレンジから2進化遂げました。紫が6つ、赤色が2つです。紫の表示は最高クラスの混雑率、そこに空席も快適も安らぎも空気すらも怪しい、いや存在しないと言った方がいいでしょう。それぐらいの需要を担う列車で、そんな余裕すらないという朝の阪和線の忙しさを体現したかのような、そんな快速電車でもあります。そして第二関門、列車は大鳥へ至ります。ここが第二関門というのは、さっきと似たような理由で北篠田の需要ってまあかなりあるんですよね。篠田山は結構住宅街が多くて、スーパーの安いのが一番近くにあるのはわかるんですが、北篠田って混雑が結構普通電車だと見られるんですけど、あれ俺長年の喉なんですよね。なんであれ混んでるのか不思議でなりませんが、それだけ人が住みやすい場所だっていうのを言ってくれてるんでしょう。そんな普通電車の需要を担う場所、列車は大鳥を後にします。
だいたいここで普通電車を降りた方々が後続の快速、大鳥始発の快速に乗って天王寺へ向かうというのがメジャーな方法です。なんであの黒き世界がさらに増す力をつけるというような、そんな車内が繰り広げられます。そんな皆々様が目指す先、天王寺まではあと約17分。それに残り2つの停車駅をこの需要で耐えなければいけません。紫7つ、赤が1つ、もうこれは実質紫8つと言って過言ではないでしょう。しかも直通快速や秀野方面からの快速はだいたい紫8つで、上の方へと登っていきますので、三国ヶ丘や堺市で積み残しを起こすという恐れがあります。まだ減便してるし、なおさら。なんでそれを防ぐために、大鳥始発の快速天王寺行きというものが存在していますが、それすら減らされましたからね。さあ、今後直通快速の運命は良くなるのか、据え置きなのか、まだ定かではありませんが、とりあえず三国ヶ丘堺市へ至ります。ごく稀に三国ヶ丘で1号車の需要がガッと減ったりすることがありますが、朝7時にはそんなことは通用しないようです。8つが紫へと染まる一番の混雑を見せるわけですから、よく聞く満員電車の事案ってあるんですけれども、耐えているっていうのだけでもね、私としてはね、ブラボーって言うしかないと思うんですよ。苦しい苦しいって言いながら耐えるわけですからね。私だったらもう続行の電車に逃げたり、続行の電車に逃げたり、続行の普通電車に乗ったりしてますから、そういうのも対策の一種としてご検討してみてはいかがでしょう。関東以外、列車もいよいよ終盤。堺市を発車し、大和川を越えて大阪市へと入ります。少々遅れているようで1分円ってなっていますけれども、そりゃそうです。これだけの大きな需要をいっぺんに担うわけですから、他客による遅延は発生せざるを得ません。ですが1分円なんで、天王寺かどっかで回復は見込めるでしょう。杉本町から先は高架線のエリア、住宅街が少しずつ目線下に下がっていきます。この高架区間に入ると列車は飛ばしていくわけはないんですね。たまに先行の普通電車がまだノロノロ走っているから、ゆっくりと行かざるを得ないということもあります。なんでこの場所から眺めたりすると、まれに鶴ヶ丘へ入る普通電車のだいぶ後ろにひょっこり快速がこんにちはと顔を出すことがあります。いや、よくありますって言った方がええんかな。さて、最後の退避可能駅鶴ヶ丘を通過。ここを通過したら向かうところ敵なし、あとはこの大きすぎる需要を解放しに行くだけです。鶴ヶ丘で普通電車を抜かしまして、もう前方天王寺まではどんな列車もいません。先頭へ躍り出ます。私の先頭、この道は誰にも譲らない。あとわずかな距離でも大きな需要を解放するんであれば、この先頭の景色譲りたくはありませんよね。さて、列車は間もなく天王寺へと至ります。天王寺到着ホームは18番。直通快速はイレギュラーなことがない限り、全ての電車が天王寺より大阪環状線方面へ直通します。なんで阪和線はその手前でお別れ。ここから大和路線こと新今宮までは関西本線の線路を曲がりして走ります。よく環状線で天王寺新今宮というものを聞きますが、書類上の正式はどうやら関西本線の線路にお邪魔するようです。便によっては新今宮から環状線の線路へこんにちはするとかしないとか。天王寺に到着した当電車はその需要を大きく変えることになり、種別も変更します。最近というか結構前、もう何年前だ、 4,5 年ぐらい前ですかね。各駅に停まる電車は区間快速、直通快速すべて普通として天王寺から運転することになりました。関空紀州路快速や大和路快速も例外ではありません。快速運転を終える大阪から先、天満、京橋、天王寺までの道のりに関しては各駅に停まるため、すべての電車が普通電車として運行されます。これね、なんでなんですかね。いや、まあ分かりやすくするっていうのは分かるんですけれども、直通快速はまだいいとして、区間快速のアイデンティティありますかってなるんですよ。
関西線の話になって申し訳ないんですけれども、例えば奈良から条件としては天王寺まで大和路快速と何ら変哲はないんです。あるとしたらその先の環状線、各駅に止まるというのが区間快速のアイデンティティと思っているんですが、そのアイデンティティの箇所が上り大阪方面だと普通に変わってしまうんですよ。それってアイデンティティ消失にならないかなってめちゃめちゃ気になっているんですが、どうなんですかね。謎はちょっと残りますけれども、そんな一部似たような性質を持つ直通快速、天王寺からは普通へと種別変更し、20分少々の道のりで大阪に至ります。まだこの地大阪へ至るまではマジで人が多いんですよ、本当に。なんで窓にしか眼差しを向けざるを得ませんでしたが、ここ大阪でやっとです、やっと地面が見えるようになりました。素晴らしい。これ見えるようになったっていうのだけでもかなり人が減ったことがよく伺えます。阪和線では全然見えませんもん、そんなもん。で、今日なんですけど、この秋の乗り放題パスを使って直通快速を乗り通すわけですから、寺田町天王寺間なんですが、普通の乗車券だと寺田町で絶対降りないといけませんが、フリー切符ですのでその先天王寺へこんにちはしても大丈夫な切符になります。フリー切符こういう時にめっちゃ便利だなって思うんですけれども、私だけでしょうか。さて、さらに人が降りていきました。京橋片道線が近い方の出口は読売テレビの最寄り場所となっています。そんなわけで今さっきまではかなりオレンジの混雑を見せていましたけれども、大半はもうゆとりあるような車内になっています。あの阪和線のオール紫はどこへ行ったと言わんばかりに快適な空間が広がり、そこを越えたらもう緑、もうここまで来れば安泰です。車内には安らぎがもたらされます。緑を越えたら多分安らぎってもんはないんでしょうかねって私は思うんですけど、どうでしょうか。列車は地上から高架へ、森の宮へ至ります。森の宮から大阪城公園へと至るこの通路、高架から地上に降りているわけですが、昔この辺りではドカーンってなる玉作ってました。ただそれは秘密事項、トップシークレットですので、あまり人に見られたくないってことなんで、森の宮から大阪城公園へ至る時の地上区間はそういう玉作ってる情報をあまり知られたくないという歴史があります。ちょっとした豆知識です。さて、列車は鶴橋へ至ります。最後の混雑が見られるような区間になりますが、そろそろラッシュも収まる時、間もなく9時になろうとしています。さっきみたいな阪和線のエリア内の大混雑ってほどではありませんが、そこそこの需要を持って、まあラストスパートをかけていくわけです。さっきも3でしたが今も3、鶴橋からの需要を持って列車は寺田町を発車し、関空からのアクティブな道のりを終えて終点の天王寺へ帰ってきます。さっきも天王寺は通りましたが、あれは18番乗り場、今回の天王寺は12番乗り場の到着です。大和路快速しかり、関空紀州路快速しかり、大阪環状線と書いている電車の行き先は天王寺となります。お邪魔しますってやってきて、大阪方面ぐるっと回り、最終的に環状線ホームの天王寺へ至ります。なんで新間宮とかですね、そっからで西九条この電車行くのかな、大阪行くのかなっていう時は、だいたい快速電車乗っておけば解決します。ただし今宮、芦原橋と野田に関してはお邪魔しますって言ってくる快速電車に関しては例外になりますので、普通電車しか止まりません。というわけで関西空港から車内がアクティブな朝の旅路が終わりまして、終点天王寺に到着です。12番乗り場に到着後、この先の新間宮方面は左手の普通電車が再び大阪方面へ連れて行ってくれます。はてさて、今止まった乗ってきたもんはって言いますと、普通だったらこっから折り返し関空紀州路快速関西空港和歌山行きに化けますが、乗ってきた直通快速はと言いますと、この先の新間宮西九条方面のバトンを託した後は回送電車として一旦引き上げます。
長すぎる旅路、そして変動する車内の需要、そういったアクティブな行動をしたわけですから、ゆっくり休んで関空和歌山に向かってくださいまし。ということで、今回は平日朝にしか運転されない阪和線の朝の忙しさを具現化したような快速電車、直通快速でございました。実際阪和線からだとなかなか着席っていうのはバッチクソ難しいことにはなるんですが、ひねのいほく、ただ和歌山発っていうのもありますので、よければそちらで着席を狙ってみてはいかがでしょう。和歌山発以外ですか、大半の列車がごぼう始発になりましたので、めちゃめちゃ難しいです。なんで今直通快速で着席を狙うなら、ひねの起点の関空発、和歌山駅起点の和歌山発ぐらいですかね。それ以外の便だと、まあほぼ難しいでしょう、あと駅とね。ということで今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。あ、ちなみに裏でしれっとですね、4分の停車時間を使って買い出しをしておりました。4分あればだいたいこなせますね。